TT アーティザン MZ6 ビットコード付きマウントアダプターの機能を説明します。トラップフォーカス、 AFS モードに変更し、シャッターボタンを押しながらピントリングを回し、即拠点に合焦すると合焦表示があった後、自動的にシャッターが切れます。設定絞り値の記録機能、レンズ側の実絞り値とカメラ側の絞り表示を撮影前に合わせておくと、その数値が EXIF データとして記録されます。焦点距離の記録機能、6ビットコード付きレンズの場合は、レンズ装着時にアダプターのリセットボタンを押すと、焦点距離の情報がアダプターからカメラに伝わり、EXIF データとして記録されます。6ビットコードのないレンズの場合は、アダプター側面のダイヤルで装着したレンズの焦点距離を選択し、リセットボタンを押すと、その数値が記録されます。